ちゃあ、こんにちは。私はここにある情報を入手しております。反省会か。反省会です。そうです、あの開幕前に、はい、まあ皆さんね、セパどこが、まあな、順位予想するじゃないですか。いろいろあるよな。で、あの動画を、はい、遡りまして、はい、一体豊さんは、はい、まあどういう順位予想をしてたのか、なるほど、っていうのをちょっと調べまして、うん、ここに手元にあります。あるセリーグからいきます、はい、で豊さんは実は今回143試合フルでやった場合の順位予想と、まあ、コロナということで試合数がギュッとこう短くというか、うん、ショートになった場合で予想が違うと、まあ、違ってくるよな、当然な、まあ、戦い方違いますよね。やっぱ戦い方、それとやっぱこう過密日程になるからさ、はい、だからそこら辺でちょっと状況は変わってくるかなという、はい、それは予想したよね。しました、しました、しここにあります。まず143試合フルでやった場合は、順位は、優勝は DeNA、はい、で、2位が巨人、3位中日、はい、4位阪神、5位広島、6位ヤクルト、はい、ということで、はい、5位広島ヤクルトの順位は、うん、合ってるんです。当たってるんですよ、はい、で、まあね、この巨人、中日、阪神あたりが2位、3位、4位がパッとこう上行って、DeNA が下がればなんとなく当たってたわ、ニュアンス的にたんですけれども、で、まあ、これが短期牽制になったら、なってもですよ、はい、なっても、はい、DeNA が優勝で、2位巨人、そこ変わらずで、3位に広島、4位中日、5位阪神、6位ヤクルトだったんですけど、いや短期牽制になったらボロボロの予想になったな。ちょっとただね、DeNA はね、やっぱちょっと思い入れが入っちゃったな。感情がね、そうだから来年からはちょっと感情入れない、はい、もうガチでいく、ガチで厳しくで、やっぱ DeNA が失速したのは今永だね、はい、そこですか。でオースティンがいいんだけど1シーズン働けないという、はい、フルにね、うん、でもその代わりに佐野とか梶谷だとか、はい、ああいうのは支えてきたんだけど、うん、エースが抜け、打線の軸であったオースティンが、はい、やっぱフルに働けなかったっていうことが、はい、やっぱ痛かったしね。あとあの後ろの山崎投手があんな風になるとは、あんな風になるとは思わなかったな。そうですよね。だからもう調整不足だし、はい、完全にそのコロナの影響を受けたという、はい、まあ、選手の一人だったよね。そうです。まあ、それが DeNA に出てしまったというところが、はい、まあ、ちょっと失速につながったね、うん、で巨人はね、はい、やっぱ見事だったのは、はい、やっぱ短期決戦で何が大切かっていうと、まあ、大きな野球もやっていいんだけど、はい、スモールベースボールから入ったよね、はい、まあ、バントやらしたりだとかいろんなことをやりながらリズムを作っていって走り出したというね、はい、うんうん、だからここら辺は監督の能力の差が出ちゃったかなっていう。あ、それは、他のチームの監督とのってことですか、うん、だからまあやっぱキャリアも長いし3回目だしね、はい、だからそこら辺のやっぱ経験値っていうのは、はい、バカにできなかったなっていうふうに思うよ ね、 そうですね、巨人はね。で広島はこれはこれはね、やっぱ大瀬良がねこけたということ、はい、で今年も打順で1番バッターを誰にするのか、うん、悩んだよね、はい、で西川がハマったりだとか、うん、西川が3番に来たりだとか非常に打線は良くなりつつあったんだけど、はい、西川の離脱、そうですね、松山の出遅れ、うん、まあ、こういうのがやっぱり響いたし、はい、やっぱピッチャーがジョンソンが勝てない、大瀬良が抜ける、左右の両エースがいないわけだから苦しかったよ ね、 ね、あと野村投手も途中からね、崩れていっちゃいました。まあそうだね、最初は良かったけどね、はい、ちょっと、まあ、スタミナ不足というかね、ですよね、まあ、そういうのが露呈したという、だ森下投手一人頑張ってたんですけど、それだけだとダメだということなんですね。森下は頑張ったね、はい、もうエースって呼んでいいんじゃないかっていうぐらいの安定感があったよね、でしたね、ただ森下一人だったら、まあ、クリーンも頑張ったけどね、はい、うん、そして、中日、まあ、4位予想だったんですけども、ここは結局3位になりましたから、ね、まあ、中日はね力はあるっていうふうに思ってたのよ、はい、ただ、まあ、大野が最初勝てなかったっていうのが痛かったし、うん、梅津っていうのが今年ブレイクするだろうっていうのが、はい、やっぱ怪我で離脱、うん、で小笠原っていうのが復帰して良くなるんじゃないかって離脱、はい、でもその中でも福谷だとか、うん、大野が復調したりだとか、そうですね、まあ、そういうことで支えていったよね。それと何といっても福、はい、
祖父江、マルティネス、大福丸、大福丸、はい、もうここら辺がやっぱこう6回以降37試合逆転なしっていう、ね、そうですそうです、まあ、そういう記録もた打ち立てたし、はい、まあ、先発ピッチャーは数は揃わなかったかも分かんないけど、うん、中継ぎたちが頑張ったというね。そうですね、うん、だここ当初は豊さんは短期決戦で4位だったんですけど、やっぱりあの大野投手 の途中からのあのすごい記録プラスやっぱりその方程式が出来上がったっていうのがやっぱりどんどん順位を最終的にちょっと上げた、まあ、上げるよね、安定するよね。ただね、うん、やっぱもうちょっと打たないかも。そうですね、ちょっとそうですね、得点圏打率の低い選手が多いのと、はい、チーム全体のその出塁率と打率が悪いよね、うん、だからそこら辺をこう改善されると、はい、やっぱ巨人とはあの争ってくるだろうなというチームにはなってきてる。そうですね、うん、で豊さん阪神を5位にしてたんですけど、まあ結局阪神ね、良かった、2位なって、はい、フルシーズンは俺は戦えるあれかなと思ってたんだけど、はい、やっぱエラーが気になったんだよね、豊さんエラーが、うんうん、エラーっていうものがやっぱり投手陣がいいって言われてたんだけど、はい、足を引っ張るんじゃないかっていうようなことでね、うん、ちょっと難しかったの評価としたら、ボアが打つのか打たないのか、そうですサンズがどうなのか、はい、で大山を使うか使わないのかとかさ、はい、非常に難しいスタートだったんだよね、うん、でも大山が当たり、うん、サンズがまあまあ勝負強いバッティングを見せてくれて、はい、でやっぱりこうボアがダメだったというね。そうですね、うん、だからあとは福留も今年あまり良くなかったし、うん、糸井も悪かったということで、はい、でもよく2位になったと思うね。そうですね、あとスワレスがね頑張って、そうだね、はい、あと勤めてました。だから藤川がちょっとね、はい、打たれることがあって、うん、まあ、すぐスアレスに変えたけど、はい、まあ、そこら辺は当たったよね。そうですね、よりピッチャーの安定感を生んだというね、うん、阪神の2位もいいんだけど、なんとなく最初とは違った形で2位になったという。そうですね、やりながらあ、いいのを見つけていったみたいな。そうですね、やりながら試合しながらっていう、普通ね開幕で使った選手っていうのはレギュラーで扱って、はいはい、シーズン最後まで行こうとするんだけどさ、うん、全然大山なんかベンチからしてベンチスタートだったでしょ。いやそうですよ、だから最初の頃と終わってみたらのあれがちょっとね、だからどこに出たんだっていう話になるんだけどさいやだけど、ね、だけどまあ結果良しということでね、まあ終わってみればっていうことですけれども、だから来年非常に面白いと思うけどね。あ、阪神は、うん、おじゃああれです、面白いですね、まだ予想しないですけど、やっぱね大畑とかね、はい、出てきて、はい、内野手でね、うん、でまあまあミスも多いんだけどさ、まだ、はい、だからこの子が育ってくるとまた面白いしね、うん、はい、だから非常に楽しみな選手も多いし、うん、だから非常に期待してるけどね阪神、はい、そしてどっちにしてもヤクルトが最下位にしてまして、最下位になっちゃいました。ただ見せ場は作ったね、うん、最初ね、前半ポンと巨人と競り合ってみたいな、うん、いうことで見せ場は作ってくれたけどさ、はい、まあいかんせんやっぱりピッチャーのスタミナがないよね。そうですね、だから最初は小川が投げて小川が負けなかったと、だから大きな連敗を食らわないから、うん、まあ、連敗ストッパーばっかりだったでしょ小川が。そうですよね、うん、でもその小川がいることによって戦えたというね、うん、まあ、シーズンだったんだけど、やっぱりちょっと苦しいなピッチャーがな、やっぱりね言ってましたもんね、もう開幕前からヤクルトちょっとね、うん、ピッチャーが難しいっていうふうに言ってたので、まあ、それとね、はい、やっぱ高津監督も熱くなる時あって、はい、先発ピッチャー2回で、うん、もう2回待たずにポーン変えたりだとか、はい、まあ、そういう感情的に走った部分もあったから、うん、その分何が来たかというとやっぱり中継ぎに負担が来たよね、はい、だからその采配が悪いっていうわけではないけども、うん、あの監督1年目でね、はい、やっぱそういう高津監督自身も少し反省があるかなっていうふうに思うよね。そうですね、あとこれどの球団にも今ピッチャーの使い方でどの球団にも言えるのは、やっぱりこの短期決戦でどの監督もその先発ピッチャーをすぐ下ろして、例えば中継ぎをもうすぐ突き込むとか、うん、あと後になってピッチャーいなくなってしまって、うん、とか代打もいなくなってピッチャーとか、代打ピッチャーとかな、中日やりましたけど、まあまあ戦い方とすれば、はい、1試合のその重みがやっぱフルシーズンよりは重かったということだよね。そうですね、うん、だから早めに手を打たないとこのゲームがもう決まってしまうって、はい、フルシーズンであれば、うん、まあ、この試合は捨てても
明日この先発ピッチャーだから我慢しようとか、はい、そういうものがあったにしても、うん、なんかこう目まぐるしかったね。特にセリーグはそんな感じがしました。あと DeNA もなんかそんな感じがしましたね、すごく。途中で、オープナーを使ってさ、はい、パットンが巨人戦に投げたら2回で8点取られたとか、ね、何の意味もないというかさ、なんかだからすごくそういうのが象徴的な、うん、やっぱり今シーズンだったのかなって。まあやっぱ巨人がさ、はい、強いで走り出した、はい、まあ他球団に与えたその影響、焦り、うんうん、まあそういうものはあったよね、戦い方の中にね。そうですね、独走もありましたからね、うん、まあ今シーズンのね、ちょっとセリーグの、開幕前の予想となんか偉そうに喋ってたけどさ、すみませんでした全然外れてましたね。そうだですね、ということでパリーグの情報もこちら、入手してあるので、ね、次回はちょっとパリーグ、パリーグはちょっといいんじゃないか、セリーグ。本当ですね。いや、DeNA の思い入れがあっちゃったからさ。そうですね、今回はね。ちょっとな、うん、情報捨てましょう、次回は。でもね、優勝できるね、うん、メンバー揃ったけど、はい、足が使えなかったね。言ってましたもんね、うん、足使えないと勝てないよ。勝てない、うん、でも、ね、なんか全てがね、もう豊さん、言い訳で聞く。まあそうだよなまあ言い訳しかないよな。そうですね、どうもすいませんでした